あれはルシルか。なんかまた元気なさそうだけど。はあ、これでいいかな。どうした、ため息なんかついて。あ、先輩すみません。そこでどうして俺に謝るんだよ。いいから訳を話してくれ。あ、はい。実は両親のことなんですけど。ん？どういうことだ？それってもう解決した話じゃなかったのか？そのことなんですが、またちょっと事情が変わっちゃって。うん、どういうふうに？あれからここでの仕事が楽しいって手紙を出し続けてたんですけど、そしたらお父さんがついについに倒れちゃったらしいんです。はあ、なんだって？だから私が全然帰ってきそうになくて、お父さんが寂しくて倒れちゃったみたいなんです。寂しくてってどういう状況なんだ？代わりにお母さんから手紙が届いたんですけど、実はお父さん私に帰ってきてほしいから抗議文なんて送ってただけらしいんです。そしたら私の楽しそうな手紙を見て、もう帰ってこないんだって思い込んだみたいで、そのまま寝込んでしまっているとか。そんなこと言われてももうどうしようもないだろう。ルシルはこっちでちゃんと働いてるわけだし。ですよね。そこは前にも納得してもらったのに、今さらそんなこと言われても困っちゃいますよ。あの、今度の手紙には何て書いたらいいと思いますか？抗議文も来ないようになったわけだし、これ以上は無視してもいいんじゃないか？なんでそんな急に。いや、もう何を書いてもダメだと思うぞ。手紙のやり取りをやめるのが一番の解決策だと思うけどな。そんなのダメですよ。喧嘩したわけでもないのに。知らないよ、もう好きにしてくれ。そんな、白状です。先輩、私を見捨てるんですか？あー、ロジーさん、ルシルちゃんに意地悪しちゃダメですよ。ちょ、違う、これはそういう話じゃない。意地悪されてるわけじゃないですけど、ロジー先輩が相談に乗ってくれないんです。見捨てないで力を貸してください、先輩。やっぱりロジーさんばっかり頼られてずるいです。勘弁してくれ。